先ほどの村の者たちは嵐が来ると言っていたけれど、彼らは嵐よりも奴らの襲撃を恐れていたわ。さっさと始末をつけるべきね。コナン島、遠くに見えるあの塔が奴らの根城ですな。あのような拠点を手中に収めるなんてマイクランもただの野党ではないわね。数百年前、この近辺は大規模な戦場でした。北方の民の信仰が最も盛んだった時代です。その頃にあの塔は監視と防衛の拠点として建てられた。攻略には骨が折れるでしょう。さすがはギルベルト殿、詳しいのですね。確かあなたは王国の出身だとか。すでに故国を捨てた身ではありますが、もし何か質問があれば答えましょう。
ゴーティエ家は古くから紋章の有無を特に重んじてきた家。ゴーティエ辺境伯には二人の霊族がいますが、上の子には紋章が現れなかったのです。彼が家を出奔しこのような行いに走った理由もどことなく想像がつくというもの。紋章に人生を決められるほど虚しいことはない。ギルベルト殿はそうは思いませんか？彼もまた運命の犠牲者なのだと。そして女神に見捨てられた男を殺すように命じるのもまた女神なのでしょう。この気配が濃くなってきました。そろそろ最上階なのでしょう。逃げ場がないなら好都合ね。追い詰めて一網打尽にしましょう。私の力見せてあげる。戦いの空気苦手だ。先生、奇襲有利に思います。舞台に上がるより緊張するわね。行きますか。戦場で学ぶことも。焦らず戦おう。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。言ってたらダメ。いない。よし、身の程が分かったかしら。この程度、はっ。立ち塞がる者は倒すだけよ。危ねえ。野郎ども急げ。ん？開花から新手の敵か。
背後にも気を配らねばならんな。我が敵ではない。負けるつもりはないわよ。全力叩き込みます。勝利、皆の心燃やします。私たちも続きましょう。奴らを挟み撃ちにしてやれ。なんと、隠し部屋に賊が潜んでいたか。僕の分も頑張ってほしいな。
無事勝利です。私、連達の息。デルガルト、戦場で学ぶことも多い。止まりはしません。すべてはエーデルガルト様のため。行きますか。ありがとう。油断はしないです。
った方がよく。私奮起します。この経験は糧になる。一歩前進。私に挑んだのが間違いだったな。火の精霊、加護感謝します。助かった。
します。いい働きね。寝てたらダメ。どうかしら。揺さぶりをかける。花にはトゲがあるのよ。面倒なんだけどな。次もうまくいくとは限らないよ。すごい活躍ですね。ブリギットの誇り見せました。嬉しく思います。ぬるい神技か。負けられんからな。
ない。古い神器か。ガキの分際でやるじゃないか。相手と戦うのは初めてじゃな。わしの話を心して聞け。そやつは魔なる力を極に蓄えている。人とは比べ物にならぬ生命力を持つのじゃ。一度と言わず二度三度と打ち倒す心持ちで挑まねば倒すことなどできまい。追い詰めたとて油断はせぬことじゃ。命に陰りが見えた時こそそやつは厄介になる。あの障壁が見えるか。溢れる力をまとっておる。壊さねばそやつの命には届かぬぞ。有効な攻撃や計略を当てればより早く障壁を壊せよう。それに障壁を壊せば溢れる力が行き場を失いそやつは混乱するじゃろうな。立ち直るまでろくな反撃はできまい。まさに攻め時じゃな。障壁をすべて壊せばそやつは混乱するにとどまらずしばらく動けなくなるじゃ。力を身にまとえず障壁も復活せぬようになる。さらにはそやつの身から何か得られるやもな。強大な存在ゆえ人一人を恐れなどはせぬが、騎士団ともなれば話は別じゃ。計略で攻撃すればそやつの気を引ける。うまく相手の狙いを誘ってやるがよい。力をため始めたら警戒するのじゃ。そやつの渾身の一撃、被害は一つところにとどまらぬ。そやつに余力があれば障壁も復活しよう。気を抜く暇などないからのお主。計略で狙いをずらすか、攻撃の前に倒すか、何にせよよく考えて動くのじゃな。
今はわしの話よりそやつとの戦いじゃ。聞きたいことがないなら解く戦え。これが猛将に人生を狂わされた者の末路だなんて哀れね。せめて私たちの手で彼の苦しみを終わらせてあげる。万全です。決断ですか。策を披露しよう。負けるつもりはないわよ。
崩れて、中からマイクランと槍が。終わったようね。槍を回収して引き上げましょう。まるで槍に飲まれるように姿形を変えおったの。あれを見てはコアッパどもが動揺するのも仕方ないというものじゃ。英雄の遺産とやらが秘める力はあれほどとてつもないものなのか。じゃがあの力、あの姿、わしは知っておる、覚えておる。なぜじゃ。天帝の剣を使うお主もあのような力を振るうのじゃろうか。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。事の顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は胸の内だけに留めておいてください。遺産を使った人間が化け物になったなどと噂が広まれば、貴族の権威は地に落ち、フォドラ全土が混乱に陥るでしょう。それは避けねばなりません。同行した生徒たちにもよく言い含めておいてください。わかりましたね。あの黒き獣は女神が下される罰なのです。英雄の遺産を使う資格なしにそれを手にした愚昧で傲慢な者への。だからこそ回収を急いだのです。結果的には間に合いませんでしたが、槍は教団から正式にゴーティエ家へと返還しましょう。さあその槍を。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に来てください。その際翌節の課題を伝えます。大司教殿は先生の働きを喜んでいたかしら。破裂の槍は返してしまったの？先生、ギルベルト殿から聞いた話を覚えている？ええ、マイクランは紋章を持たぬがゆえに家族に見捨てられ俗に身を落としたけれど、やがて俗の棟梁としてのし上がり、ならず者をまとめて砦の奪取まで。彼の行いの善悪はどうであれ、部下を指揮する能力は確かだったわ。一軍の将として兵を与えればさぞ活躍したはず。もったいないことにね。確かに紋章を持った者は魔道に優れるし、何より英雄の遺産の使い手になれる。でも為政者や将としての器は紋章の有無では測りきれない。紋章を持たないけれど有能だという人間はこの世に吐いて捨てるほどいるのよ。紋章が女神より与えられし力でフォドラを治めるに必要なものという考えがあるから。でもその紋章こそがこの不平等で不条理な世を作り出した原因。一部の者だけに紋章という力を与え、その力でこの世を支配させようとしている。先生、あなたはこうは思わない？女神や紋章が全て消え、己の力のみにより人々が立つとき、初めて人の世が来るのだと。エーデルガルト様、あの教師に情報を与えすぎなのでは？そうかしら。そうね、そうかもしれない。なかなか得難い人材だというのは私にも感じられますが、
天帝の剣を使う時点で危うさの方が勝っているでしょう。前に言ったわね、私には力が足りないと。あの者たちに借りている力を先生が代わりに追ってくれるのならそれがいいと私は思うのよ。危険な賭けですな。私は私で手を打たせてもらいますゆえ、それでは失礼します。私にはわかる。一人ではきっと何もなせない。決意や執念だけで前に進めるほど私の道はなだらかではない。この手をあの人に差し出すことは賭けなのかしら。お父様、私は止まらないわ。後悔も悲嘆も何もかもをあの闇の中に捨ててきたのだから。さて、難しい課題をよく達成してくれました。優れた手腕で生徒たちを導き英雄の遺産を無事に奪還してくれたこと感謝します。私の期待通り天帝の剣を使いこなせているようですね。さて、翌節の課題について伝えますが、大司教。セテス、どうしたというのです？フレンの姿が見当たらないのです。君は見なかったか？心当たりは全て探したが、どこにも姿がないのだ。何か危険な目に遭っているのかもしれない。ああ、私はどうすれば。セテス、まずは落ち着くのです。課題の件はまた改めて。白雲の章、角弓の説、死神の噂。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、フォドラは実りの秋を迎える。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一杯に享受するのである。既に聞き及んでいると思いますが、セテスの妹フレンの行方が分かりません。今のところガルグマクを出た形跡がないことだけは確認できています。私に行き先も告げぬまま一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな。まさかとは思うが。このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来るなどと騒ぎ立てる者も出ている。そんな奴にかどわかされたのだとしたら無事では済むまい。ああフレン。セテス、焦燥は徒労の友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題はフレン捜索への協力とします。
町は騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。時は一刻を争います。頼みましたよ。フレン殿が消えたと、それは穏やかではありませんな。ただの迷子ではなさそうね。同じ修道院に身を置く者として協力は惜しまないわ。つまり今節は人探しが課題ということか。ならば誰よりも早く見つけ出さねばな。フレンさん無事なんでしょうか。もしかしたらもう。ベルちゃん、滅多なこと口にしちゃダメ。セテスさんが聞いたら卒倒するわよ。彼女は紋章持ちだと聞いたことあるよ。ああ、だからどうって話じゃないけど。まずは情報の収集から始めましょう。フレンドの見た者がいるかもしれません。そうね、みんなで協力して必ずフレンを見つけ出しましょう。リンハルト、私待ちました。見てください。ん？ペトラ？何を見れば。ちょっと急に槍を振り回さないで。どうですか、私研鑽積みました。ああ、前に僕が指摘したからか。少なくとも前に僕が気になった点は良くなってたと思うよ。少なくともですか。私の技術評価足りません。いや、そこはほら、僕槍は専門じゃないし。あ、でも少し考えてたんだよね。君がうまく槍を扱えるような方法をさ。私槍扱う方法ですか。そうそう、振りかぶって振り下ろすときに無駄があるって言ったよね。やっぱり女性の君が大男と同じように槍を振り回すのは無理があると思うんだ。だからもっと槍の勢いに任せてみたらどうかなって。勢い任せる。槍の重さを利用し振り上げながら握る手を緩めて。あ、焦点達したら握り直す。勢い利用し振り下ろすですか。そうそうだよ。力を入れて握りっぱなしなんて疲れちゃうしさ。分かってくれたかな。はあ、考えた甲斐があったよ。あなた賢い。戦い行かせます。なぜ鍛錬嫌いですか。なんとなく考えちゃっただけで、本当は戦いなんて嫌いさ。だから鍛錬も嫌い。それじゃあおやすみ。知恵使わない。宝の持ち腐れです。あなた使う。使ってほしいです、リンハルトだけの力。